もっと、クロスボーボーなかたち、始まるよ。はい、皆さん、今、オカメインコの男の子がですね、さえずってますでしょう。これは、オカメインコの男の子の発情期によく見られる、行動です。よく歌い、さえずります。それと左側の子、この子脇をね、こう、開けて、これはよく俗に言う、脇脇と言われるもんですね。こうやってですね、女の子、真ん中の白い子は女の子なんですけど、一生懸命ですね、こう、アピールをね、している状況です。はい、皆さん、ガンマムです。こんにちは。こんばんは。おはようございます。今日はですね、オカメインコの発情期および、発情の後の、巣作り、発情関係のこう一環の流れとしてちょっとご説明したいと思います。はーい、よろしくお願いします。なんかなんかではですね、まず、見ていただきたいのがですね、餌の方を見ていただきたいと思います。はい、いきますよ。はい、皆さん、これはですね、昨日餌を取り替えて、そして、1日経った、オカメの、餌場です、ここ。で、一応ですね、こういう小松菜、これズプリーブのブリード用のね、ペレットです。それとこれが、カナリアシード、それとこれがあのカルシウムですね。でこれが、ビタミン、イネビタンですね。これがちょっとスペシャルって私のちょっと作ったご飯です。でこれが普通の、ミックシード、ヒエアワキ、塩バクに、これそばかな、そばの実かな、それと泡の実、何入ってたかな、それとうちひまわり、ひまわり、ひまわり、それとあのこれもんだってね、ミクチール、それとこれが、円爆ですね。ほら、見てください、これ。それとこれが、泡の実、朝の実か、ごめんなさい、朝の実ですね。はい、ということでこんな感じでね、餌をこういうふうに用意してます。で、皆さんちょっと気づいた方いらっしゃると思うんですけど、うちね、このこういうミックスシードのほか、こういったフル単品でね、こういう風に与えてます。ひまわり、塩爆、朝のみ、カナリアシードと。これ単品で与えてます。これね、単品で与えてるのはね、理由があります。それはですね、まず、今ここにいるこの子たちが、何を欲しているのか。何を必要としているのかっていうのが一目瞭然です。あのね、どっちかというとこれはもう基本のご飯なんですよ。基本のご飯。まあ、ここにはね、いろんなね、シードが入ってるんだけど、皆さんね、これから、まあ今、発情期迎えている、迎えてらっしゃるね、飼い主さんもいると思うんですけど、ちょっとお話ししたいかなと思います。とですね、皆さん発情を、迎えてるおかみさんとか、なんかおかしいぞ、様子がなんか発情期かなっていう、ふうに思ってる患者さんいらっしゃると思うんですけどね。とですね、私がこういうふうに餌を、個別に単品で出してるには理由があるってさっき言ったと思うんですけど、その時の状況によっておかみさんを欲するものが違います。例えばですね、発情前はですね、オカメインコの女の子は、自分の体にその卵を作る、産卵をする、体の中にで卵を作られる、その
要は準備をするんですね。そのために一生懸命餌を食べるんですけど、そのただやみくもに餌を食べてるわけじゃないんです、うん、実はですね、その産卵前の、女の子に必要なものっていうのがありまして、必要っていうのはそのオカメが必要と思って食べるものですよ、うん、人間が食べさせるもんじゃないですよ。まあ私が見て食べさせるもの、うんうん、で欲するものですね。欲するものはですね、栄養的に言うとタンパク質、ビタミン E、ですね、うん、それが主に欲するっていうかすごく多く摂取なんていうか摂取したがります。はい、でそこで、さビタミン E とか、そのあれなまあ、タンパク質、まあ、タンパク質ってどういうものが多いのって聞かれるんですけど、まあ、特に多いものをちょっとピックアップしたいと思います。ですね、まずこれカナリアシード、これはタンパク質豊富です、はい、それとですねこっち塩爆、これもそうですね、まあ、これは主に、まあ、ここの餌の中では一番分を抜いています。はい、でそういうのをですね欲しがります。おかみさんね、うん、それと繊維質、お野菜、これ昨日わーっと葉っぱついてて全部食べたんだもんね、これ、うん、見てください、こうやってね食べてる、ここも一生懸命ほら、これは女の子の場合ですよ、女の子の場合ね、発情、卵を作る、卵を産卵するための栄養ですね。なんで、例えばですね、女の子を持ってる飼い主さんですね、例えばすごいカナリアシードをすごい欲するとか、まあ、塩爆が入ってれば塩爆がすごい欲するとか、そういった場合、発情期にもしかしたら入ってるっていう風に考えた方がいいですね。ちょっとねほとんど皆さんミックスシードを与えてると思うんで、ちょっとその後何がどれだけ食べてるっていうのを判断するのって難しいと思うんですが、ここは一つ皆さんちょっと思い切ってやってみませんか。餌の単品製単品で餌を与える、うん、でですね今ねこの子たちね、ひなちゃん帰ってますでしょ、ひなちゃんが帰った時はまずこれタンパク質、これもタンパク質、これとこれはですね脂質、ひまわりの種は脂質とビタミン E がですねずば抜けて、ずば抜けてます。脂質要はカロリー、まあこれも朝飲みもそう脂質なんだけど、これはひなちゃんがね、大きくなると、どうしても脂質脂肪カロリーカロリー、こっちはね300台なんだけどこっちは600台あるんですよ。でカロリーね、カロリーがカロリー脂質が必要になり、ビタミン E、子供を、発育するのに必要なビタミン E ってね、うん、まあ発情もそう、発情っていうか子供をね、お腹にこう、作る時もビタミン E ってとっても必要なんだけど、まあビタミン E が豊富。だからひまわりイコールダメじゃないんですよ。その時々でやっぱり必要なものです。それでそういう風にね、もうね、ひなが大きくなると、こちらのカナリアシードからこっちの方に、ひまわりの方に移行。親がね、食べる量をね移行していくんだけど、まあ円楽はですね、
これはね、ずっともう年がら年中あげてます。年がら年中、みんな食べます。どっちかというとこのカナリアスイートとかひまわりっていうのは、あと朝飲みもだけど、まあまあちょっと発情を促すとか、促すとか発情期に入る時とか、そういう時このように食べるようです。はい、そういうことでですね、あの皆さんね、あの餌でね、ずっとね見ているとですね、はいはいはい、おいでぴょ、いてていてて、餌を見ているとですね、今どういう状況かっていうのね、あの分かるようになります。うん、あれですね、皆さんちょっと難しいと思うかもしれない、ゲージの中も狭いし、そんないっぱいいっぱい置くとこないわって思うのは分かるけども、でもそれを一つすることによってその子の状態って分かるんですね。実はそれも健康のバロメーターの目安で分かるようになります。はい、まあ、ちょっとですね、もし、私やりたいという人はやってください。まあ、これ普通のね、これご飯を食べてるのは、これ自分のためにご飯を食べてる、自分のために。なんで、ほら、ミミですよ。さあ、ミミはね、この子ね、すりきちなんだけども、どんなものを食べてるのかね、ちょっと見せてくれたらいいですね。追跡しますか、ミミ。おかみちゃん拾い食い好きですよね。ね、床にあるの拾って食べるの好きですよ。だからね、そんなね、ゲージね、神経質にきれいにしなくても、ああやってね拾ってね食べたりするの、オカミインコって結構好きです。はい、シルバー、はい、ミミ、はい、お野菜食べに来ました。まあお野菜は水分とあとビタミンと繊維質ですね。すいません、今交尾始まったようなんで、ちょっと行ってみましょうか。